こんにちは。今日は手話上の試合のルールにおける反則について解説したいと思います。まず一つ、逆関節技を用いて反関節技を用いて相手を故意に傷つける投げ技もしくはその行為が反則となります。このように相手の関節を逆を取って投げる技は反則です。その2、手、肘、膝、頭などで相手を打撃する行為、相手を殴打する行為、もしくは、相手の性器を掴む行為、直接的に掴む行為はこれは反則になります。例えば掴んでいて相手を殴る、肘で打つ、膝で蹴る、頭で頭突きをすると、頭で押したり頭を使って押したりする行為は有効ですが、打撃、離れたところから勢いをつけて当たるとこれは反則が取られます。もしくはこういう行為は反則になります。その3、足の先や、足の裏で相手を蹴る行為、これは全て反則になります。踏んで蹴る、足の裏で踏みつける、もしくは回し蹴りのようにして相手を打つ、これらは全て手話上の試合においては反則になります。その4、相手のすねの中央部より上を足で蹴ること。例えば、手話上は足で刈る行為は有効ではありますが、必ずこの内ももやローキックのように太ももを蹴る、もしくは相手の先ほどと同じように相手の胴体を蹴るというのは反則になります。ただ、蹴るというふうに言っても、ちょっとこっちの足です。相手の足を払う目的で当たる場合は、これは反則には当たりません。その5、相手の顔面を押したり、喉を掴んだり、もしくは相手の髪を掴む、この行為は全て反則になります。例えばこんな感じ。組んでいて、相手の顔に手をつけて、グッと押してしまう、これも頸椎の損傷につながりますので危ないですね。なので禁止になります。うつは、こう喉輪のようにして喉に手を当ててグッと押す、これも反則です。で、失礼、髪を掴んで技をかける、これも、禁止となります。禁止というか反則ですね。その6、相手の頭部または首を、両手で保持すること、これも反則になります。片手でロックをするというのは反則にならないです。首にかけても肩をかけても反則にはならないんですが、これをヘッドロックのように両手で絞ってしまって投げ技を行うと、この相手の頸椎に大きな負担がかかるので、これも命の危険に、つながるので、これも反則技となります。その7、相手を倒した後に故意に相手に覆いかぶさるようにして、プレッシャーをかける、プレスをすることは、これも反則になります。実際やってみましょう。相手を投げ倒した、ここ倒れてる相手にガンとこうプレッシャーをかけて倒して相手に怪我を負わせるような行為につながる行為は、故意にやってしまうと反則になります。ただ、一緒に倒れた場合に、上になってもこれは特に反則には当たりません。その8、相手を傷つけるために故意に傷つけるために抱え上げて頭から落とす行為、これは反則になります。例えばですが、抱え上げた後に頭から下ろすという行為は大変危険なため、試合においても反則行為に当たります。はい、では後半の規則的な反則編に移りましょう。その1は、審判の合図を基本的に無視する、具体的には開始と言われる前に、攻撃に移る、もしくは停止、やめの合図の後にさらに攻撃を加えてしまう、これは反則になります。具体的にちょっとやってみましょう。本来は準備、開始、このように、開始の合図で動き始めます。これは OK です。
反則は準備。このように開始の合図を待たずに攻撃してしまうと反則になります。もう一つは停止の合図を無視する場合です。実際やってみましょう。このように試合の進行中、審判は何らかの理由によって停止の合図をします。これを無視して攻撃を続けると、ティンティンティンと言われても聞かない、いわゆる審判の言うことを聞かずに攻撃を続けるもの、これは反則になります。はい、後半のその2、相手の監督もしくはチームスタッフが試合を妨害する、これも選手は関係なくてもそういうチームの関係者が試合を妨害したらこれも反則になります。大きな声を出したり、審判に、何ですかね、やいのやいの言ったりすると、これもやりすぎると反則を取られます。後半のその3、試合中に、勝手に試合を中止する、これも、試合の行為を中止する、これも反則になります。まあ、例えば私がやりますね、こうやって試合中に勝手にやめてしまうと、もしくはこういうふうに、試合場から去ろうとする、こういう行為をすると、まあ、やる気がないという意味では反則になります。後半のその4、これは相手 のズボンを掴んでしまうと反則になります。試合上は足を抱えること自体は反則にはなりませんが、相手のズボンを掴んで引っ張ってしまうと、これは反則に当たります。後半のその5、その後は、これは女子選手に限られた話になりますが、女子選手は試合をする際にインナーを着ます。このインナーをヒップ行為に掴んで引っ張る行為は反則になります。まあ、例えばこう2人で、まあ、佐藤さんは女子選手だと仮定しますが、組む時にこのジャオイを掴まないで故意に T シャツだけを引っ張る、このような行為は反則になります。ただこのように一緒に掴んでしまっている場合などは、これは それほど大きい目に見られて反則にはならないことが多いようです。後半のその6、アクセサリーや硬い保護具、いわゆるサポーターなどに硬いものがついている、こういうものをつけて試合に参加してしまうと、これも反則を取られてしまいます。忘れずに、しっかり取って、試合に挑む必要があります。後半のその7、シューズの紐がほどけたり帯が試合中に、ほどけてしまうと、これも、反則点が与えられます。試合中は今は履いていないんですが、いわゆるレスリングシューズと同じシューズを履きます。このハイカットのシューズを履きます。その靴紐が、試合中にほどけてしまうと、減点の対象となります。これは試合進行を妨げるというような意味合いですね。実際に組んでて、このジャオイの帯が、まあ、このようにわざと引っ張る行為はないですが、こう帯を掴むのは反則ではないので、このようにほどけてしまったりすると、結び直す時間を取るためにこれは反則となりますので、試合上ではしっかりと帯を結んだ後にこのようにほどけないように、帯に巻きつけて試合に挑むことが多いです。後半のその8は、衣服などの規定があるんですが、それに反則を、まあ、違反するものを着ていたりとか、まあ、着方が間違っていたりすると、これも反則になります。まあ、これは細かいことなので少し、省かせていただきます。はい、これで試合上の試合におけるルールの反則編の解説を終わりにさせていただきます。少しは試合上のルールについて理解が深まったのではないでしょうか。試合上の得点に関するルールは、こちらの動画を見ていただくと、そちらも合わせて見ていただくと試合上に対しての理解が深まると思いますので、ぜひ合わせてご覧ください。はい、では今日はこちらで終了とさせていただきます。それではご視聴ありがとうございました。大丈夫かな大丈夫かな